難読漢字、意外と正しく読めない漢字の問題が全部で20問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は怪我、誤って体に傷を負うことです。第2問、これ何と読むでしょう。正解はまかなう、整えて供給することです。第3問、これ何と読むでしょう。正解は博打、金品をかけた勝負事です。第4問、この漢字何と読む。正解はさすが、予想や期待の通りで納得する様です。第5問、これ何と読むでしょう。正解はしばらく、あまり時間がかからない様です。第6問、この漢字何と読む。正解はにじろぎ、体をちょっと動かすことです。第7問、この漢字何と読む。正解はいたわる、人に同情の気持ちで優しくすることです。第8問、これ何と読むでしょう。正解は今日、勇気がなく臆病なことです。第9問、これ何と読む。正解は無声部、涙で息も詰まるほど泣くことです。第10問、この漢字何と読むでしょう。正解は極物、ある時期の間際にだけ売れる品物です。第11問、これ何と読むでしょう。正解はえつりだけ、かやぶき屋根や壁の下地に使う竹です。第12問、この漢字何と読む。正解はワンタン、中国料理の点心の一つです。
第13問。この漢字何と読むでしょう。正解は内素性、家柄、家系や経歴のことです。第14問、これ何と読む。正解は錦。耳で聞いて識別する心の働きです。第15問、この漢字何と読む。正解はぬくぬく、気持ちよく温かい様です。第16問、これ何と読むでしょう。正解は雑魚、いろいろな種類の入り混じった小魚のことです。第17問、これ何と読む？正解は油照り、風がなく汗ばむような蒸し暑い日和です。第18問、この漢字何と読むでしょう。正解は素地、年齢を10年を単位として数える5です。第19問、これ何と読むでしょう。正解は短周、一旦約10アールあたりの収穫高です。第20問、これ何と読む。正解は川垂れ、夜明けまたは夕暮れ時の薄暗い時分です。